じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、今日は日本ハムです。はい、6月大きく負け越しましたね。そうやな。はい、まあ、現時点なんですけれども6月は、6勝11敗現在3負けというところで、うん、現在なんですけれども3位に転落して、うん、ソフトバンクとは 11.5ゲーム差、うん、あの一時期ね結構あの頑張って、まあそうだな、3.5 でずっとついてた時期あったけどね。はい、この6月一気にまあソフトバンクが突き放していったっていうのもあるんですけれども、日本ハムが自ら下がっていったっていうのもちょっとありましたね。まあ、ちょっと印象に、俺は印象にあるのは、はい、中継ぎ陣が機能が難しくなってきたという、ちょっと疲れてきたというか、はい、まあ、川野がやっぱ左で完璧に抑えてたのが、うん、まあ、ちょっとずつやられるようになってきたとか、はい、田中正義の配置転換だとか、はいろいろ余儀なくされた部分があって、うん、後ろに行けば行くほどこうバタついたなっていうような、うん、まあ、そんな印象があるし、はい、まあ、それに伴ってのコーチ陣の配置転換もあったよね。はい、まあ、立山がブルペンに行って、うん、ブルペンの武田が、まあ、ベンチに来たというね、うん、まあ、そういう配置転換もして気分転換もいろいろ図ったんだけども、今の現時点で解消されたかというと、はい、なかなかまた大丈夫になってきたっていうふうにはちょっと言えなくなってるな。そうですね、中継ぎ陣の疲れ、そうだな、あとは先発、まあ、先発は、まあ、サチアがあのちょっと勝てなくなってきてるというね、うん、まあ、そういう現状はあるけども、勝ってもいい試合を追いつかれてっていうのもあったよね。ありましたね、うん、だから勝ち星に、まあ、恵まれなかったけども、はい、でも勝ってもいい試合はあったけどね。そうですよね、うん、あとあの強かったあの時というのは、例えば劣勢でも、はい、まあ、サヨナラホームランだったりとか、うんうん、最後まで諦めないでそれで大逆転して勝つっていう劇的な勝ち方っていうのも、まあ、結構なんかちょっとあったのかな。まあまあそうだな、うん、ただまあそれもいつもいつもそれできるわけじゃないからさ、はい、まあ、印象には残ってるけど、うん、まあ、いつもいつもできないなっていう中で、はい、とにかく接戦になってくるんだよね、はい、まあ、その中でやっぱ足ということを考えると、うん、やっぱ5月よりも6月の方が盗塁はしてないということ、うん、ガクッと下がってますね。そうそうそう、はい、だから動けるような選手が出てないっていうことなのかなっていうような感じもするよね。その5月は確か20何個盗塁ってあったと思うんですけれども、はい、で6月一気に減って5とか1桁台とか、これ動けなくなったというのは、例えば選手的にどういった選手が走らなくなったの、まあ、例えば松郷とかさ、まあ、登録抹消になったけども、はい、彼なんかはこう打って守って走れないと、うん、まあ、いけない選手でね、まあ、その中で松郷の足が止まったということ、うん、まあ、磯畑、中島拓也、はい、っていう選手たちもなかなかこうスタート切れなかったという、うん、まあ、そういう状況だろうとは思うんだよね。ここまで極端に減るっていうのは刺されてるっていうこともあるんだ。あ、そこら辺 の、 そのマークも厳しくなってきてるっていうことは、うん、まあ、言えると思うんだよな。あと打点のやっぱ数字もガクッと下がってるんですけれども、今シーズンここまでは6回、で6月だけで5回完封負けっていう0分っていうレフなんですけど、ここでやっぱ打点も落ちてるってことはそういうことなんですか。まあ、そうだと思うよ。うん、だからまあ全体的な状態が上がってこないっていうのは得点圏でやっぱ打ててないっていうこともあるよね、はい、その野球が重くなってるというか、はい、勝つときは軽快に勝っていく、うんうん、まあ、チームだし、はい、まあ、ノリのいいチームだからね、うん、取り出したらみたいなことはあっても、うん、乗り切れないものはあるよね。そこにストップがかかっちゃったきっかけって何かあったんですかね。痛いのはレースが満塁ホームランを打って、はい、フランコに1点差に迫る満塁ホームランで代打阿部が満塁同点ホームランを打たれたと。そうかそうか、で勝ち越されたんだけど追いついたと、はい、でもあの試合は勝っとかないかんし、一つのきっかけとすればそういうゲームが勝ち切っとかなきゃいけないゲームが、うん、まあ、引き分けになったりだとか、うん、まあ、負けになったりだとか、はい、してるケースはちょっと増えてるよな。確かにそうですね、うん、月終わりの方に、うん、まあ、西武とやったけども、はい、なんか勝ちきれないというかね。そうですね、うん、あの大宮での、そうですね、試合も、まあ、そうだな、はい、勝ちきれない、ね、まあ、最後なんか磯畑がよく取ってくれるから負けなくて済んだけど、あの松原選手なんて。そうそうそう、いやだけど接戦ってものにしてきたからね、うん、
徐々にそういう接戦がものにできなくなってくると苦しくなってくるな。そうですよね。良かった時でも動画で取り上げてた時っていうのは、はい、例えばタミヤ選手、水野選手すごいね、郡司選手すごいね、水谷選手出てきたねっていう、本当に打つ人がどん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 出てきたっていう、まあ、そうだな、はい、今水野って言ったけど水野の怪我も痛いな。だから代わりの選手とかはよくやってるけどね、はい、よくやってるとは思うけども、やっぱ水野の安定感というのはね、はい、ちょっと恋しくなるよな。いやそうですよ、現在2位のロッテには 0.5 ゲーム差、そしてソフトバンクには 11.5 ゲーム差、ただ4位の楽天がやっぱ 2.5 ゲーム差というふうに迫ってきてるという中で、こっから日本、まあ、踏ん張り時だと思うんですけど、ちょっとチーム的にどういうことですか。まあでもね、こういう時期ってチームには必ずあるし、まあ慌てないことだよな、まあ、新庄監督だったら慌ててないと思うけど、はい、まあどっしり構えておくことだよ、疲労もあるだろうし、まあ、あれだけ突っ走ってきたからね、まあそういうものをこう取りながらみんなの状態も上がってくると思うよ。でやっぱ松郷の使い方っていうのにやっぱちょっと苦労してたというか、やっぱ2番でやってくれないと困る選手だったし、はい、そこが機能しないとどうしてもチャンスって広がっていかなかったから、万波を1番にしてみたいな、ずらっと重量打線で組んだけどもね、やっぱこれからやっぱこう足を使えるような、まあ、選手がポイントを握ってくるかなっていうような感じがするよね。そうですね。またね、流れが悪い時にね、ワンアウトランナーサードで中島拓也、はい、やっぱここで何かしようと思ってる時にポンポンと追い込まれるんだよね、はい、うわもう何もできなくなったみたいな、これが平行カウントでもボールが先行してくれるとさ、ちょっと仕掛けやすかったと思うんだけど、2球で追い込まれちゃったからさ、はい、もう何にもできずに終わるとか、やっぱ流れが悪い時って大体そういうことになってくるよね、まあ、ちょっと耐え時かなっていうような気はする。ここまでよく耐え忍んできて頑張ってきたっていうので疲労度もあると思うんですけど、多分オールスターブレイクをできないじゃないですか今年は。オールスターでもね、まあそうだ、浜田選手がほとんど選ばれていくので、そういったところのやっぱ疲労度の回復っていうのは選手たちこうようやくこの新庄監督、いやでもね、俺思うのは、それ出ても多分エスコンから始まって神宮で終わるのか、はい、逆だったらよかったな。そうなんです、移動神宮から終わってエスコンだったらよかったな。そうなんです。ああそうか、本当はまた帰ってこなきゃいけないもんな。そうなんですよね。まあでもそれは一つの気分転換にもなるだろうし、カープが優勝した時に赤ヘル軍団ってさ、オールスターで大暴れしたんだよね。山本浩二さんとか絹川さんとかね、それでその年優勝したんだけどさ、そういう風にならんかなっていう風には期待してるんだけど、逆にオールスターでちょっと英気を養ってみたいな、もう一回こう勢いをね取り戻さんかなっていう、まああれだけの人間で 2,3 人で行くわけじゃないから、まあ、チームごとで移動するみたいなもんだからそうですね、まあ、そうだったらもう気使うこともないし、まあ、自分たちでまとまっときゃいいだけの話だから、だからいい気分転換にはなってくれるというふうには信じてるけどな、あとどうなんですか、今この調子が悪いこうスタメンのメンバーなど流れが良くないってなると、他にもちろん控えでいい選手たちっていうのは日本ハムいるので、そことちょっと入れ替えだったりとか、いやそれはもうやるやる、疲れとかでやるやる、それはもう新庄監督が遠慮しないし、コンディションが悪い人間は無理して使わないようにしてるから、だからまあそこら辺はやってくるだろうな、まあ、やってくるだろうけども、全体的な流れが悪いのは、勝ってた試合が負け試合になるとかさ、追いつかれるとかさ、無駄に選手を使って疲弊するとかさ、まあ、こういう悪循環がなってるから、勝ちゲームの時はしっかり勝ち切る、負ける時にはもうリスクを負わない、まあ、これがやっぱ大事になってくるだろうな、これからね。そうですよね、それだとやっぱ勝ちゲームでリスクは伴って勝つような試合が増えると思うんだよ、日本ハムは今年、まあ、だけど負けるときにはすっと負けとけばストレスもたまらないし、でまたストレスをためるようなチームじゃないから、また勢いは戻ってくるとは思う、俺は信じてるけどね。まあ、現在ね3位にいて、下には楽天、オリックスが、まあ西武はちょっとね離れてるのであれなんですけれども、でまあ貯金の上にはロッテがいて、ここから日本ハムがマークしなきゃいけない、注意しなきゃいけないチームっていうのはどこなんですか。楽天はね、交流戦終わってからこれ勢いがこう保ってるかなと思ったら、またちょっと違うな、リーグ戦に入るとまた少しちょっと失速をそうな感じもするよね、チームとして気をつけなきゃいけないし、俺は上がってきそうなのはオリックス、オリックスに叩かれるようだと辛くなるかなっていうような感じがする。オリックスか、
まあ、今日時点で今日宮城投手がちょっと復活登板っていうのもありますし、怪我人が続々と戻ってきた、うん、それとやっぱ打線もいい打線が組めるようになってきた、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ実力はあるチームだか ら、はい、だからここが今下位にいるよね、うん、ここに食われるようだと苦しくなってくる、日本ハム苦しくなってくる、うん、あとはすぐ上にいるロッテは日本ハムどうですか、見るとあそこも打線次第なんだよなそうですね、だ俺は打線の中でも岡次第と思ってるんだよ、岡弘美選手ですか、うん、はい、岡が一番に入って働き出すと厄介だな、あそこは、でまたしぶとい角中がいるからさ、うん、そうです、そうです、いやらしさは出てくるけど、うん、岡が当たってない、角中使われない、うん、そうなってくると少し楽だよ、日本ハムを戦う上でも少し楽になる、うん、まあまあそうだね、ソフトバンクはもう強いそう、ソフトバンクはほっといていいそうですね、うん、でも日本ハムもね、そのソフトバンクとやっぱり一勝合わせておきたいとか、まあまあまあ、勝ち越しはしておきたいっていうのはあると思うんですけれども、まあ、こういう言い方したら失礼かもわからないけど、うん、やっぱ西武には負けられんな、そうですね、うん、今年の西武には、まあ、今現在の試合で西武と日本ハム戦ってるんですけれども、そこにちょっと勝ち越すことができないと苦しくなるな、うん、3連戦だったら最低2勝1敗、はい、まあ、このぐらいを計算していくだろうから、うん、それが逆になった時には、うん、本当に大きな計算が来るっていうことだよね、そうです、まあ、西武には申し訳ないけどね、うん、はい、今年の西武の状態を考えると、はい、まあ、普通そう考えるよね、うんうん、そう考えますよね、うん、まあ、日本ハム本当前半いい形でね、いいところの位置をつけてとにかく踏ん張ってここまで来たので、新庄監督が言ってたよ、うん、貯金11を作ったらちょっと勢いが出る、貯金11か、そうか、で俺が聞いた時には7ぐらいあったんだよね、はい、今3です、そうだよな、はい、あれから4つ減ってるから、だから新庄監督がなんで11って言ったのかわからないけども、うん、やっぱそこがやっぱ境目なんだろうな、チームの11か、こっから11作るのできますか、あできるできる、まあまあ、チームの、まあ、勢い、選手の質、まあ、そんなこと考えたらやっぱできないチームじゃない、うん、もうできるチームに育て上げてるよ、そっか、うん、だからまあ大丈夫だと思うけども、はい、やっぱ早い段階でな、うん、まあ、それを作って、はい、そしたらなんかソフトバンクに挑めるかっていうことも考えてるかもわからないし、うん、でも11作っていけば A クラスは硬いと思ってるかもわからない、はい、まあ、そうですよね、必然的にそうなりますよね、うん、そうそうそう、うん、A クラスに入るにしても2位と3位では全然違うからな、はい、2位ということを意識すればやっぱ11という、うん、はい、まあ、貯金というのは、うん、まあ、新庄監督がなんで11って言ったのか今度聞いてみようと思うんだけど、多分新庄監督なんか絶対裏付けありますよね、なんかあるんだろうな、うん、11っていう、そしてひらめいたのが11でしたとか、いやいや、ね、いやちゃんと計算してると思うよ彼は、あ、そっか、それ次ちょっと聞いてみてください、うん、まあ、ちょっと聞いてみたいな、うん、だし、あの日本ハムのね今の踏ん張りどころの状況なんかもまた豊さんちょっと新庄監督に、いやもう綿密には考えてると思うけど、うん、それは言わない、伊沢さん大丈夫です、そういう時もあるでしょみたいな、もう絶対そうやってね弱気にはならない人だね、その代わり自分の中では綿密に計算してるタイプだから、そうですね、またねちょっとあのねパ・リーグ今年本当に日本ハムも頑張ってますよ、他のね球団も頑張ってるので、ちょっとソフトバンクとは離れてますけど、まあまあそうだな、 A クラス D3、はい、どこに入るのかっていう戦いまだまだ見逃せないですね、いや見逃せないよ、はい、はい。